け。選手に注目。はい、それではまずはじめに周陽君五箇条西村春人お願いします。我々が学ぶ五十流は琉球に栄えた空手の三大系統の一つ那覇手の流れを組み、日本で最初に流派として命名された日本最古の空手流派です。本日は日頃の稽古の成果を力強く演舞させていただきます。号令にはそうた気をつけ。レイ平行立ち構えて、アイス中段構えて、アイス1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 直ってアイス前ラケン構えて、アイス1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 横ラケン構えて、オイス1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 飛び込みラケン構えて、オイス
向け構えて、はい、気をつけ。